学習のね、ポイントを早速、今日も、お伝えしていきたいと思います。takeaways ですね。人間関係の真髄。まあ、これ英語で relationships というふうに言いますね。relationships。で、実はこのリレートっていうのがね、関係するっていうことなわけですね。で、その関係性っていうのは、実は、要は自分との関係と、それから他人との関係と全部を包含しているのが、日本語だとね、人間関係っていうと、まあ、大体こう、他人との関係っていうのがね、中心になると思いますけれども、実際には一番大切なのは、セルフリレーションシップっていうところなんですね。リレーションシップ with yourself というところが大切になりますので、今日最後ね、そのあたりをしっかりと伝えきれればなというふうに思っています。で、人間関係の課題をね、根底から解決する考え方。まずはその真髄、人間関係って何よっていうね、リレーションシップって何よっていうところをしっかりご理解いただいて、で、人間関係の課題を根底から解決する考え方っていうのをね、身につけていただいて、そうすれば、100倍生きやすくなる毎日の人間関係ルーチンっていうのがね、腑に落ちてくると思いますので、それを皆さんにやっていただければですね、もう人生の8割の問題は解決できたっていうね、そんな状態を今日は目指していきたいと思います。はい。ということで、人間関係の真髄をね、理解するということですね。はい。おはようございます。金井さん。Thank you for joining. はい。セルフリレーションシップ。まあ、先ほどお伝えした通り、実はこの人間関係の中で一番大切なところがこのセルフリレーションシップになりますね。あ、大滝くん、今日は最後まで見れます。嬉しいです。で、ヒューマンリレーションシップ、他者との関係っていうのが、まあ、二つ目の項目になるんですね。そして、ロマンティック・リレーションシップスということで、まあ、男女の関係性っていうことですね。この三つが、まあ、種類としては、一応、こうね、ありますよっていうことを、まず理解してくださいね。そして、自己との関係っていうところ、これ一番大切だっていうふうにお伝えしたんですけれども、でも、人間って、自分のことってこうやって絶対見ることできないじゃないですか。私も今自分のこう、ね、放送しているこのスタジオの中から見ているこの小窓の中の自分のね、映っている顔を、こうカメラが捉えた状態として見ることはできるんですけれども、自分の本当のこのこれですよね。これを外から見ることってできないんですよね。これすごい面白いことじゃないですか。っていうことは、生きている、そのね、理由は、私たち、こう、魂の成長のためなんですよね。まあ、魂っていうのは、1回目の時にお話ししたと思うんですけども、もともとは、その地球の、その総合の、全体としてのドヨンとした一個の大きな魂として存在してるわけですよね。でも、そのままだと、その魂って、切磋琢磨しないとですね、実は、成長しないんですよね。なので、その何もしないでいる集合体だと、地球の集合魂としては成長できないよっていうことなので、ね、リサ・ホルトさんにね、去年ね、教えてもらった通り、宇宙っていうのは、これを全部その70億個に分割をして、そしてその魂と魂が意見を言い合うと、君はそう考えるの？私はこうなんだけど、とかね、親子とか。なんかとにかくその、お互い、その違う魂同士が、違う個性を持っているから、全く同じ魂ってないじゃないですか。全く全部が意見が合う人っていないじゃないですか。もちろんソウルメイトとかね、いろんな、ツインフレームとか、まあ、それは男女関係になりますけども、そういうものがいるっていうのはありますけれども、でも、みんな、その結婚してもね、なかなか、すべてが意見が合うってことはないので、お互いにそうすると意見を言い合う、喧嘩したりとか、いろんな、こう、アスレティフリクションとかね、いろんなものがあって、摩擦もあって、そうやってやっていきながら、私ってこうなのね、あなたはこうなるねって言って、こう、他者とのこの関係性の中で、人間っていうのは学び合っていって、そして、ああ、そうなんだって言って、こう拡大していく。ですから、あなたの、魂の成長、これは実は宇宙の拡大っていうふうに言われてるんですね。
だけれども残念ながら自分のことだけは見れないので、あなたは他人という鏡を見て自己を学ぶっていう、そういう仕組みになってるんですね。ですからその人生において8割のね、あの問題が人間関係になるのはそりゃそうだっていうね。でもそのそりゃそうだっていうのは、問題があるからこそ自分が成長できるよとも言えるわけなんですよ。でもだからといって、その問題を他人のせい、要は、自分の成長のためなのに他人を変えようとか、そういうふうにしてしまうと、これはなかなか人間関係の問題を克服するのが難しくなるよってことなんです。でもこれで結構ね、今日の、答えがね、見えてきたかな、考える人はね、分かっちゃったかなっていうふうに思うんですけれども、じゃあ、私の場合ね、どんなことが人間関係で起きたか。まあ私は結構、両親とのね、関係性というのが結構大変な、幼少期を過ごしてるんですけれども、45歳でね、無職になっちゃったんですよ。はい。で、その父を私は怠け者と非難したんですね。45でもう仕事したくない、意味がわかんないっていうふうになっちゃったんですね。で、その父親を全然許すことができなくて、でもそれって裏を返してみれば、私も心の中に怠け者な自分っていうのがいるんですよ。まあ、これまでね、私のその半年でアルバイト3日掛け持ちしながら睡眠1時間で英語マスターしましたみたいな本とかね、読んでいただくと、なんか小熊さんもすごい努力家で、もう全然怠け者とは無縁なんじゃないのって思うかもしれないんですけど、逆なんですよ。奥に潜む、私、小学校の時とか結構ね、もうね、何にもしないで部屋の中にずっとこもってるみたいな子供だったんですね。あんまり人と交流するの得意じゃなかったので、内気なことは言いませんけども、結構変わった子供っていうんですかね。なんで生きてるのとか、人はなんで死ぬのとか、まあ、そういうのをずっとこう、小さい頃からやっぱ興味を持って、こう、一人で考えるとかね、本を読むみたいな。の方が好きなタイプだったので、なので、なんかそういうこう、そういう怠惰な自分、何もしないで部屋の中でぼーっとしてるみたいな、なんかそういう幼少期の怠け者な自分っていうのを、なんかやっぱりこう許しててなかったんだと思うんですよね。なので、なんか、20代になって、その英語をマスターするって決めて、もうそっからはずっと、もうとにかく英語の勉強、通訳の勉強ってやってきたわけなんですけれども、でも時々何もしないで終わっちゃう一日とかやっぱあったわけですよね。絶対に許してなかった頃って、そういう自分を、今日は一日もう何もしなかったやっていうね、通訳の勉強、英語の勉強しなかったって言って、それを許さなかった自分って、すごいこう、トゲトゲしてたんですよね。まあ、ずーっとそれが何十年って続いてるんですけどね。やっとほんと最近になって、2年前にね、あるスタッフの子からね、小熊さん、本当に自分自身の許してない感情っていうのを、全部、もう本当に悲しかった出来事とかも含めて感情を全部感じてくださいって言われて、それで、その時に本当初めて、ね、自分の本当にこう、許せてない、出来事、感情、それらを全部感じるようにして、そこから、本当に許せるようになって、その時は本田健さんの、大富豪の教えの3を読んで、まあ、それがいいよっていうふうにね、スタッフの人が言ってくれて、それで、読まさせてもらって、そっからね、だんだんこう、許しっていうのと、向き合えるようになったんですけど、そうなったらですよ。要は、怠け者な自分っていうのも許せるから、父をに感謝するようになり、そして、誰だって怠け者な、自分ってやっぱいるんですよね。なんていうの、怠け者要素がゼロな人ってそんなにいないっていうか普通ね。うん。で、そっちのが普通なんだって。はい。怠け者な要素を持った人たちっていうのを全然許せるようになったんですよね。で、そしたらすごい面白いことが起きて、まあ今実はこうね、大好きな人がね、ちょっと見つかったんですけど、いきなり私こう隠したわ、みたいなね。はい。人間だもの、アディちゃん、ありがとう。本当そうなんですよ。人間だものなわけなんですよ。
それで、まあ、まさにあの昨日のね、姫が言ってくれた要素なわけなんですけども、でも、その、あの、彼とかもね、まあ、すごいこうグローバルに、大きなね、会社を経営されて、創業して経営されてるんですけど、その彼でさえも、まあ、プロリフィックというふうにですね、英語で言うんですけど、多作のっていうね、日本語になるんですけど、そのいろんな本を出したり、いろんな成果を出せる人っていうのがプロリフィックっていう単語なんですけどね。僕はいつもそういうふうに思われちゃうんだけれども、でも実際には自分の奥底にですね、その怠け者の自分がいるから、それをなんか知られたらどうしようっていつも恐怖心を持ってるんだよねっていうふうに言ってね。さちこさん、おめでとうございます。ありがとうございます。バーチャルハグ嬉しい。で、だからこそ全然こうな、私も実はそういう要素あるんだよねって言って、すごいまたそこで深く深いね、お互いに理解し合うことが、まあバーチャルでね、今は会うしかないんですけれども、そういうふうにこう話せたんですよね。だからこう怠け者な人っていうのもこう理解してこう包含することができる、なんかハグすることができるっていうかね。昔はもう怠け者、あの人怠け者ってやみたいな、その自分を許してないから、その他人も許せないっていう、それを繰り返したわけですよね。で、要はこれができないっていうのは基本的に器が小さいってことになるんですよ。わかりました？今日のすごい大切なポイント、よく理解してくださいね。あなたの中にある許せない要素を減らせば減らすほど、あなたは器が大きくなって、いろんなタイプの人たちがあなたの人生の中に入ってこれることができ、あなたはより、深い、人生を味わうことができるよってことなんですね。27歳の時は、父からお金を貸してほしいって言われたんですよね。で、これ断った時には、お前のような残酷な娘は信じられないってことで、電話で言われたんですよ。もう私、目幅で泣いてましたからね、それね。もう、傷つきますよね、やっぱり。まだね、親っていうのは、なんか自分にとって本当にね、もうね、大変だったんでしょう。高校の時もね、父親も、高校の時からも父親がね、離婚した後、まあ、ほぼアル中みたいな感じになってしまったので、そういう意味では、もう本当にそこはね、尊敬できない、親を尊敬できないっていうのが辛くてね、大変だったんですけど、まあ、もっとね、辛いことをされてる人はいっぱいいると思うんですけども、まあ、私にとってみればね、そういう意味で家族っていうのは一つの課題だったんですよね。で、傷ついてしまったんですが、父の問題は父の問題と切り分けて、父に無条件の愛を示して、奇跡的に解決した。なんかとにかく、自分がその頃はね、もう1000万年収稼いでましたから、全然その問題は私の解決できてしまうことはできたんですけれども、それをやったとしても、父の稼ぎたくないっていう気持ちは変わらないなと思って、これは父が自律的に解決した方が、絶対その後うまくいくだろうなって、なんかもう直感的に理解したんですよね。それでいろんな、友達の中で、もう本当に、すごい、まあ、芸能人のね、お嬢さんみたいな方がいらっしゃったんですけど、その彼女にちょっと相談をさせてもらったらね、いや、私も実は、まあ、そのね、お金持ちでいらっしゃったから、やっぱりお金を借りてほしいっていう問題はあったよって。でもね、お金を貸してもね、ダメなんだよねって。だからその人の本質を理解してあげて、それで、できることをやってあげる。で、私はその彼女、の、お金を貸してほしいって言って、彼女に言ってきた人の、シングルマザーで仕事がないからお金貸してほしいって、またすごい難しい問題だったわけですよね、彼女が直面したのは。それで、彼女のお家に行って、私の友達が赤ちゃんを面倒見ておいてあげるから、その間に仕事を探しなさいって言って、仕事を探すことができて、その人はちゃんと自分で稼げるっていう状態になったわけですよね。じゃあ私もその話を聞いて、父親とのことをどうやったら一番いいのかなって思って、家の中にある、その、まず食べ物ですよね。父に送れるものは全部用意をして、で、寒いだろうから暖房も、その箱の中に入れて、手紙を入れるんですね。手紙を入れました。で、どういう手紙だったかっていうと、私は、お父さんのことを信じている。だけれども、お金を貸すことはできない。これはお父さんの問題だから。って言って、だからお父さんが、この問題を、お父さんがちゃんと解決できることを私は信じるし、私はお父さんを無条件に愛していますっていう手紙を送ったんですよね。で、そしたらば、父がその頃住んでいたマンションがあったんですけど、そのマンションが突然現金で売れちゃったんですよ。
で、それによって父親は全部完済することができ、最終的には、私が32の時かな ?32 か1だったと思うんですけど、父が、他界するんですね。で、その他界した時には、ちゃんと、200万をね、残してくれて、それで、また返してくれたんですよね。っていうことは、父は父の問題として自分でちゃんと片付けて、ちゃんと、その後も自分で生活をできて、ちゃんとそこまで残すところまで行くことができたっていうね。だから本当に、まあ、もちろんね、皆さんの、ご両親の中にはね、もう本当に本当にもうすごい遺産をね、くれるような、すごい話っていうのがね、あるかもしれないんですけども、私はもう本当にこの事実っていうのをね、奇跡を起こすことは本当できるんだなって、人間の本質っていうのを理解して、自分の学ぶべきことっていうことを、理解すれば、それは本当に解決してくれるんだって思ってね、すごい私の中で、この人間関係の問題っていうのを捉えるときにですね、本質を見る癖っていうのをね、つけてくれた、本当に本当に父親からの大切なギフトだったなって思うんですよね。で、ディマティーニ博士のね、メッセージからまず今日は伝えさせていただきたいなと思うんですね。Whatever you see in other individuals, you have inside yourself. Not just some things, but all things, including what you most admire and what you most despise. これ深くないですか？もうね、これ、本当に、もうね、ディマティーニ博士ね、通訳させていただいて、ディマティーニ博士知らない人は、あの人です。ザ・シークレットっていう、角川文庫からね、出た大ベストセラーがありまして、世界的な大ベストセラーですけれども、その中に出てくる先生の一人です。で、これどういう意味かというと、whatever you see in other individuals、あなたが他人の中に見出すすべてというのは、あなたの中にあるんですよ。You have inside yourself. あなたの中にあるんですよ。Not just something. いくつだけあるっていうことじゃなくて、あなたが見出したもの全部あるんだよ。だから、すごーいってなってるね。私が今の、その好きな人っていうね、その好きな人の中に見出してる、すごーいっていうのは全部私の中にもあるし、あの人ダメじゃないみたいなね。そういう人の中に見出してる、そのダメじゃないは、おいおいおい、おぐまやよい、お前がダメなんだよってはい。これが、そのディマティーニ博士がね、教えてくれている、その人間関係のね、もう極意なんですよ。これ本当にすごいと思うんですね。だからディマティーニ博士のメソッドをね、実は、マジックドクターのね、ショーゴくんっていう、まあ、有名なね、テレビでもたくさん出ている彼が、まあ、小熊さんをヘルプしてあげたいって言ってね、私に受講させてくださったんですよね。それで私は、まあ、父親がね、さっきのは、ちゃんと、海の父親っていう、産んではいないな、血縁関係のある本当の父親の方なんですけれども、母親が再婚しているので、ステップファーザーっていうね、のもあったわけですね。二人目の父親もいたわけなんですけれども、その父親、もう結構大変な人だったんですね。なんていうか、いわゆる女たらしっていうんですかね。女性問題が絶えないっていう言い方の方がいいかな。それでもう大変だったわけですね。で、その人がきっかけで、まあ、男性嫌いみたいなものが何でも続いてしまうわけなんですけれども、その問題を、なんとディマティーニ博士のこの、考え方に基づいたメソッドっていうのがあるんですけど、そのおかげで、もう今、全然そのね、もう一人のお父さんに対しての、何ですか、違和感、嫌いだとか、あの人は受け入れられないっていう気持ちが全部なくなってしまい、今はもうおかげさまで私ここまで来れましたってね、本当に思えるようになったんですよね。そしてさらにね、Everyone is a mirror, image of yourself. Your own thinking coming back at you っていうのが、これがバイロン・ケイティの言葉なんですね。もうこれね、Everyone みんな、is a mirror image of yourself. 鏡のイメージに過ぎないんです。あなた自身のね、your own thinking, あなたが自分で考えることがあなたに戻ってきてることに、戻ってきてるだけなんですよっていうね、バイロン・ケイティの言葉。これもほんと深いですよね。
はい。ということなので、バイロン・ケイティの、メッセージをね、今お伝えしましたけれども、ザ・ワークというね、バイロン・ケイティが、ホームページの中でもね、公開してくれている4つのシンプルな質問で、実は相手に対する気持ちをね、全部解消することができる。解消することができる。で、それは本当ですか？例えば、父親が怠け者、これは本当ですか？それが本当だとあなたにわかるでしょうか？本当にわかるでしょうか？ Can you absolutely know that it's true? これね、日本語訳ホームページから持ってきたんだけど、ちょっとあれかな？ Can you absolutely know that it's true? って英語の方がわかりやすいかな？本当に本当に本当に絶対父親は怠け者だと言えますか？いや、でもね、それ言い切れなくなるわけですよ。なぜ？父親は私が短大を卒業するまでっていうのはずっと仕事を続けてくれたわけですよね。その父親は本当に怠け者だと言えるのか？言えないになるわけですよね。じゃあその思考について考えるとき、あなたはどう反応するでしょう？ How do you react what happens when you believe that thought? で、父親が怠け者だということを、あなたが本当に信じてしまったら、私がね、信じてしまったとしたらば、あなたはどういうふうにリアクトしますか？いや、父親が、怠け者だというふうに思ってしまったとすると、それは父親を見下す、この父親はダメだっていうふうにね、その自分の大切な命の根源である父親を許せないっていう自分になってしまうと。そうすると怒りとかね、いろんなネガティブな感情が出るわけですよね。で、先日の最強の運気を作るっていうところから、で、理解していただいたと思うんですけれども、そうなっちゃったら、あなたはそのマイナスの波動で運気を落とすんですよっていうことなんですね。そして、その思いがなければ、あなたは誰でしょうか？父親が、その怠け者だっていうね、そういう思いがなければ、まあ、父親は最終的に、まあ、確かにこう200万ね、残して他界できたんですけども、その前にはちょっとホームレスのようなね、状態、まあ、飲みすぎちゃって、もう本当に家のことも全然できなくなって、ゴミ屋敷みたいになっちゃったんですよね。で、そのゴミ屋敷をね、私は掃除しに行かなきゃいけないっていう高校時代を送ったんですけども、なので、まあ、そういうのが、その怠け者っていう父に対して、やっぱりすごいあったんですけど、でももし父親のその二十歳までね、ずっと働き続けて私っていうのを支えてくれたっていうね、その生活、まあ、食はね、もちろんあったわけですから、ご飯食べれたわけですからね、父親のおかげで。じゃあ、その父親が怠け者だっていう思考がなかったとしたらば、これは、父親を尊敬できるようになるわけですよね。ということで、これ本当に他人に対して持っている感情を、たったこの4つの質問で全部、解消することができるっていうね、素晴らしい質問になります。で、もっと詳しく知りたい方は、これバイロン・ケイティ・ザ・ワークって言って、日本語のホームページもね、結構わかりやすく動画とかもありますので、で、バイロン・ケイティが、その父親を早く亡くされた方、もうね、私なんて父親いたからいいですけども、あれ、亡くされて、僕のところにずっと父親はいてくれなかったって言って、泣きながら男性がね、バイロン・ケイティのこの4つの質問を受けるっていう動画もありますので、ぜひぜひね、見ていただいて、さらに理解を深めていただいて、あなたの人生の中に活かしていただければな、というふうに思います。はい。本木さん、ありがとうね。その4つの質問、いいですね。スクショしました。はい。よかったです。もうね、ぜひぜひ、マスターしてくださいね。ということで、自己との関係、他者との関係ね、だいぶ分かってきていただけたんじゃないかなと思いますが、自己をね、知る最良の鏡であるっていうところね。怠け者な父、怠け者な自分がなければ、そうだとも思わない。そう。いうことなんですね。そして、その父、怠け者な父っていうのだけではないよっていうところが、4つの質問で分かってくる。で、母親は逆にすごい感情的だったんですよね。でもそれも、感情的な自分がいるからそう思っているんだよっていうことですね。じゃあ、他人の言葉に傷つくっていうのはね、これなんで起きるのかっていうね。これもすごい、深い大切な学びになりますんで、これもやっぱり心理学の先生のね、通訳をさせていただいたときに、これは、なるほどと思ったらね、自分が自分のことを実はそう思っているから傷つくんだよってことなんですね。で、もうちょっと具体的にお話ししていきますと、お前なんて青いカエルだって
って言われても、え、青いカエルですか？青いカエル？青いカエルって言って傷つく人いますか？これね、それはないんですよ。でも実はこの間ね、私の YouTube でインタビューをしていただいたんですよ。もう私ちょっと体調があんまり優れてなくて、もう顔がこうパンパンでね、辛い日だったんですよね。女性の方は理由わかると思うんですけど。で、そしたらば、その、なんと、インタビューでラジオ番組の内容の YouTube の動画がね、すごいバズっちゃったんですよ。そのパンパンマンの私のままで。それで、そしたらば、その私の雰囲気っていうのが、すごいこう、暗いっていう感じで撮られたのか、コウモリが落ちてきそうとか、なんか人をこバカにすることに命がけにしてそうとかすんごい叩かれたんですよ。もしよかったらね、後で見てみてくださいね。ジラロイさんの動画の中出てきますから。それ見て正直めっちゃ傷ついちゃったんですよ。みたいな。で、それって私の中に、でもね、これね、すごい思ったのが、確かに私の中に、なんかこう、人をバカにするっていうんじゃないんだけれども、でも、優越をつける自分、要は、スピリチュアルなことを理解してない人ってどうなのとか、やっぱりそういう気持ち奥深いところにあったんですよね。で、あとこのコウモリが落ちてそう、確かに私コウモリ落ちてそうって、その動画を見て思ったんですよね。なんか自分の中にいつもすごいこう明るそうにしてるんだけども、ものすごい暗い自分っていうのもやっぱいるのがわかるんですよね。なので、その傷ついた、そのコメントに傷ついたって、あ、もうやっぱりね、もうどこかでやっぱり自分自身がそう思ってるからなんだなと思って、まあだからこそ本当に自分のことをとことん無条件に愛し許すっていうのがね、大切なんだっていうのを、本当にその、YouTube のね、動画のコメント、辛くなかったとはもう言えないですけども、でもそのおかげで、まあ何日も何日も、ある意味すごくこう、自分と向き合えた。だから今はもうそのコメントを書いてくれた人、だってその人は直感的に思ったことをそのまま書いてくれたわけじゃないですか。で、それで私はさらに、この後ね、ご紹介しますけれども、並木さんのね、統合のワークっていうのがあるんですけど、アセンション、次元上昇のためのね、それを進めることができて、さらにまた穏やかさっていうのをね、自分の中に取り入れることができるようになったんですよね。うん、だって、許すものっていうのをさらに増やすことができたってことですからね。ですので、コメントいただいた方、正直に書いていただいてありがとうございましたっていうね、そういうことだったわけですね。本当にいい学びだったと思います。で、さらにですね、無条件に自分を愛し許すために何ができるのかっていうところをね、少しお話ししていきたいと思います。で、ほぽのぽのっていうので、ね、ご存知の方いますかね。で、そのほおぽのぽのがね、結構その、わかりやすいんですよね、やり方としてね。で、こちらにありますけれども、たった4つの言葉、これを自分にかけてあげる。I am sorry. I'm sorry. そして許してください。Please forgive me. 愛しています。I love you. And ありがとう。Thank you. これを自分自身に、そして自分の許せない人のに対しても、I'm sorry. Please forgive me. I love you.Thank you. これを繰り返していただくと、自分自身も無条件に愛し、他人も無条件に愛し、他人も許し、自分も許せるっていう自分になるんですね。はい。で、じゃあ男女関係っていうところをね、少し話していきましょう。で、男性性と女性性っていうのがね、あるわけですね。これ、マスキュリンとフェミニンっていうね、その二つに分かれるわけなんですけれども、これ、右、左側がね、フィメルブレインっていうことで、女性脳になります。そして、メルブレインっていうのは右側になるんですね。で、もう、フィメルブレインがドーンと出てくる。チョコレートみたいなね。それから、ショッピングっていうのが出てきますよね。男性の場合には、セックスっていうのが出てきますよね。そして、ボールスポーツっていう、これ右側にね、要は、球技ですね。が出てくるので、やっぱりこう考えてるものっていうのも、ね、だいぶ男女によって違いますよっていうことを、まずはね、理解してください。で、人間関係の課題をね、根底から解決する考え方を身につけるっていうところでは、その並木さんのね、スピリチュアルな、リーダーの方でね、アシュタールとか、もう本当に、天使とどう付き合えばいいのかとかね、本当にね、たくさんいっぱい、YouTube の動画もね、公開してくださってますので、
そのアセンションとか次元上昇とかね、宇宙の根源とか、地球人としてどういうふうに、どんな感情を持たされていて、どう生きていくと楽になるのかっていうことをね、教えてくれてますので、よかったらね、YouTube 見ていただくといいと思うんですけども、彼はこんなふうに言ってます。僕の場合は、相手に対して、って思った時には、相手を変えるんじゃなくて、あ、はいはい、自分が変わればいいでしょうと、常に自分を変えてしまってるんです、と。で、実はこれって母親が家、家主とね、揉めたってことがあったんですけど、同じアドバイスをしたんですよね。そしたら、母親より、母よりも、家主の方は、が悪かったんですけど、でも、そんなね、それを責めるんじゃなくて、母に家主に対して抱いたこだわり、こうであるべきっていう思い込みを手放してもらったんですよね。で、そしたら家主が人が変わったように優しくなったって報告してくれたんですっていうね。これ、すごい、さっきの、私と父親のね、間のお金の問題の解決の時とも近しいと思うんですけども、何か揉め事があった時って、どっちが正しい、どっちが間違ってるってやるじゃないですか。で、それはもちろん人間界の問題の解決の仕方の一つでもあるんですけど、これね、ぜひぜひ活用していただくと、要は他人に対して他人を変えたくなったら、変えるのは自分にしましょうねっていうことです。その方が、はるかに自分でコント、自分のことは全部自分でコントロールできるわけですから、その方が、楽に、根底から、問題を解決できるよということなんですね。ですから父親がその持っていた借金問題を私のところに持ってきたわけなんですけれども、その借金の問題自体は父親の問題なんですが、私の問題は父親との関係性の問題だったって考えるんですね。ですので父親が正しいとか私が間違ってるとか私が正しいとかいう話じゃなくて、私がそこから何を学べるか、何をこう手放すか、okay、っていうところによって問題が解決できたから、だから奇跡が起きたんだなっていうふうに思ってください。はい。なのでまたそのガンジーのね、マハトマです。マハトマガンジーの、お言葉、 If you want to change the world, start with yourselfOkay. 世界を変えたいのであれば自分から始めなさい。もうこれが本当に今日のその人間関係をね、マスターしていく根源的な考え方だというふうになります。では、100倍生きやすくなるための毎日の人間関係ルーチンですね。嫌だなぁと思ったらば、相手に対してですよ。何が嫌かを明確化。それを自分の中で自問自答して、そして、それが許せてないことなのであれば許す。Okay。 でも、許せないじゃなくて、こだわってること。要は、私はこうだから正しいの。あなたが間違ってるのよってなっているんだったら、それも、さっきのナミキさんの手法で手放す。Okay。 この、こだわる、宇宙の視点から考えると、正しい間違ってるって一切ないんですよね。何も、これも、前の時にお話ししたと思うんですよ。出来事っていうのは全て中立に起きていて、宇宙は何にもそれに対して、はい、これが正しいです。これが間違ってるです。これがポジティブです。これがネガティブです。っていうふうにやってないんですよね。あなたがその起きた事象に対して、あなたの中の意味付けで、それを、ポジティブなこと、ネガティブなことって解釈してるだけなので、だって、親のその借金の問題はね、言われたことで、私またすごい深い学びを得ているわけじゃないですか。もうありがとうございますですよね。それがなかったとしたら、今のね、なんていうのか、理解とか学びっていうのは得られてないわけじゃないですか。だからもうすべての事象って本当に everything is good.Everything is a gift っていうのはね、本当にそういうことなんですね。こだわっている、なのでこだわっていることだったとしたら、こうでなきゃいけないって思ってたら、もうそれも手放す。正しい、正しくないで騒いでる自分がいたら、それを手放す。手放すっていうのはもう本当にこうやって、並木さん曰くの、この、並木さんはね、その自分の中の、思っているネガティブな感情がある場所から、場所に重いエネルギーがあると思うので、手をね、磁石だと思って、そして、そのマイナスのものを、こう、ブロックのような形にして、そしてそれを、宇宙に捨てちゃいなさいっていうね、そういう言い方をしています。そういうワークもね、ありますんで、ぜひね、使ってみていただければ。私の受講生の方みんなリフトオフっていうのね、ありますよね。白い袋の中に自分のネガティブな感情を全部入れていただいて、キュ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 って結んで、そしてスモールロケット、小さいロケットをつけて、3、2、1、リフトオフってやるだけなんですね。ですので、これぜひやっていただくと、
本当に軽やかな自分というのがね、手に入ってきます。で、最後にね、まとめていきますね。あなたの魂の成長のために来た今世です。成長してない魂はないんだそうですね。あなたも、あなたが、って思ってる人も、全員みんな成長してます。あなたの周りの人もそうです。あなたの鏡になってくださってる周りの人から、どうぞどうぞたくさんね、貪欲に学んで、そしてさらに自分のね、魂を高めていって、楽しく今世を卒業しましょうというのがね、今日のメッセージということになります。